はい、どうも、ネクラスです。さあ、今回も、トリノカルナ裏ゼルダやっていきましょう。前回言った通り、今回は、どこ行くんだっけね。ジャブジャブ様か。ジャブジャブ様のところ行くんですけど、その前に、やらないといけないことが何個かありまして、とりあえず、ゾーラの川に行くのは、それでいいんか。そういえば、調べとったら、バグ技。調べとったら、時の扉が閉まってて、まあ、子供に戻れないってなって、まあ、データ作り直したって、まあ、前々回ぐらいか言ったと思うんですけど、まあ、詳しくはそっちの動画見てくれたらわかると思うんですけど、それ、時の扉を開ける方法っていうのもあって、その、時の扉を開けるムービーにロングワープができるらしいんよ。で、まあ、それやったら一応いけるんですけど、それやったら、ね、いいやんと思ったんですけど、よくよく考えたら、自分が欲しいのって、その、なんていうかな、扉を開けるというより、時の歌が必要で、時の歌を使って、まあ、時のブロックのける仕掛け解くんですけど、その裏ゼルダやから、その時の歌がいつ使うかわからんから、時の歌が欲しいから、まあ、データ作り直したっていうところもあるから、だから結局、微妙なところ。で、こいつに話しかけて、魔法の豆を買いましょう。2つ買います。合計で30ルピーやね。まあ、実は1つでもいいんですけど、これセットして、違うよ。ここに植えて、おいねいねいね。で、このまま、ジャブジャブ様のとこ行こうかなとか思ったけど、ちょっとその前にハイリアご飯寄るわ。忘れんうちに。ちょ、待って、敵出てきた。あー！オーケー！爆弾回収していくー！これは完璧ですね。で、前も言ったんですけど、こういうハイリア平原とか、広いフィールドを移動するときは、フォワードエクステンディッドスー、いった下噛んだ、フォワードエクステンディッドスーパースライド使えば、まあ、素早く移動できるよっていう。で、一応これの上位互換のハイパーエクステンディッドスーパースライドっていうのもあるんですけど、まあめちゃめちゃ難しいんで、正直やらん方がいいよ。これをなんか一発成功できるようになったらもうめちゃめちゃかっこいいけど、さすがに無理なんでちょっと介護感のフォワードエクステンディッドスーパースライドになるんですけど、こういう場合はちょっとスティック右に倒して、方向転換して、ほい。で、ここの端を登ってハイリアコホに行きましょう。なかなかこれ楽しいよね、できたら。で、ここに植えておきましょう。これが重要。ここに一つ植えておくことによって、大人でいきなり、どこだっけ？釣り堀に行くことができるんですよ。で、この大人になると、ここのハイリア湖の水がなんか干上がってて、水がなんか全然ないんで、水の神殿クリアするまでは、なんかめっちゃ妖精出てくるな。水の神殿クリアするまでは、その釣り堀に行くことできないんですけど、先に魔法の豆植えておくことによって、先にね、大人になった瞬間に釣り堀に行くことができると。で、釣り堀っていうのは、まあ、行ってもハートのかけらと金の鱗ゲットできるためのミニゲームの場所なんですけど、それをバグに利用するんですよね。まあ、知っての通りやと思うけど。ちなみにこのフォワードエクステンデッドスーパースライドっていうのは、64番からあるんですけど、なんか知らんけど、3DS にリメイクされると、なんか、移動速度上がってるんですよね、これが。これがほんまに謎。64番やったらめっちゃ遅いんですけど、後ろ歩きより遅いっていう、全然使えない技なんですけど、3DS になって謎に強化されていくっていうね。謎が多いね、時のオカリナは。で、ここ言ったかな？確か1回目に来た時に説明したと思うけど、角度合わせて、トリプルブーストクラッシュしたわ。フットアウェイブーストでトリプルブーストクラッシュ発動させて、角度が合ってないかな？あー、いけた。こんな感じで壁貫通して、こっち泳いで。で、こういったら、キングゾーラのね、後ろスキップできるんで、後ろスキップとか、キングゾーラスキップできるんで、で、ここで、魚持ってきてないけど、頑張ったらこれ侵入できるんで、これいけるかな？なんかデクの棒があったら楽って話は聞いたような気がするけど、こっからね、なんか、なんか、タイミングよくジャンプ切りしたら、なんか、中に入れるんよ、ジャブジャブ様の中に。けど、ちょっと、一回もやったことないからね。失敗するな。
無理やね。デクノボなくなって、コキルの剣で代用しようと思ったら、そっか。コキルの剣やったらリーチ短いからジャンプ切りの反動が、ね、リコイルできないんで。待てよ。キングゾーラおるから帰られへんな。残念ながら、妖精とはここでお別れやな。空き瓶1個しかないんで。もったいないね。で、一応空き瓶増殖できるんで、魔法の豆と、デクの棒はもういらないんで。お、魚逃げんなお前。じゃ、逃げんじゃねえ。これ魔法の豆いけたかな、あの空き瓶増殖。こうして。デクの棒は空き瓶にできるやん。画面右側にご注目。ほら。デクの棒は簡単にいけるんですけど、別に魚入れんでよかったな。で、Y のやつに入れたからこうやって。あ、いけたっぽい。右側に注目。あ、いいね、いいね、いいね。これもいらない。どれが本物の瓶やったっけ？なんか本物の瓶と偽物の瓶が効果違うんよね。今度いっかな。爆弾デクのみ。おりゃ、これでいこう。本物の瓶だと、妖精入れた時に、死んだ時に自動的に回復してくれるんですけど、デクの棒とか魔法の豆とかで作った偽物の空き瓶？偽物の空き瓶は妖精で復活してくれないから、注意やね、そこは。だから妖精おるわと思って調子乗っとったら、実はそれ、バグで作った空き瓶やから、妖精復活してこないよ、みたいな。そんなこともあるからね。さあ、ここでお魚さん使って、ジャブジャブ様の腹の中入るんですけど、実は、ちょっとロングワープして、バグったゾーラの泉にワープすることもできて、そうすると、なぜか、ジャブジャブ様の目の前に、オカリナ吹く台座があるんよ。だから、制作段階では、オカリナを使って、ジャブジャブ様の口を開けるんじゃないかっていう予想ができるっていうか、らしいよ。自分、なんか牛埋まってなかった？牛さん何してんの君。ジャブジャブ様は牛も食べんの？ちょ待って危ない。あいつは、はい。おれ。こいつも、シャボン、これ名前ないだっけ？シャボム。シャボムは鬱陶しいからね、これ。はい。オッケー。これは、はいよ。待って、爆弾食らう！危ねえ。裏ゼルダのダメージは、半端ないからね。え？宝箱、まさか！俺の予想。ブーメラン型に入ると予想。100% ないわ。はい。デクノミさん、初から使えばよかったな。今存在を気づいたわ。どうせダンジョンマップっしょ。これでブーメランやったらやばいわ。だろうね、思った。扉開かんぞ。これ上、ナビが注目してるよ。なんだろこれ。いや、どっからどう見ても牛やろ。ここになんかのどちんこみたいな感じにスイッチあったんですけど、裏ゼルダやったらなくなってるね。デクのみ。なるほど。なるほど。いや、まあ、詰まってないから、まさか俺がこんな序盤から詰まるわけないやろ。待て。もしかしたら近づいたら開くとか。変なものが絡まってる。この部屋の仕掛けを解かなあかんと。でも幸いなことに、入ってきて一瞬、まあ、すぐってことやから、もうこの部屋に仕掛けがあるんや、絶対に。例えば前の部屋からなんか小さな鍵取ってくるとかないから、怪しいものって言ってもないよな。牛ぐらい。は？は？え？ちょっと待って。なんか、冗談でさ、こう、え？牛になんかパチンコ振ったら。もう、意味わからんわ、もう。なんじゃ、こりゃ。牛がスイッチなん、これ。なんか、すごい。また牛おる。宝箱。なんか、ぽよんぽよんしてるよ。あっちに出たね。これ、メガフリップできる距離。あっぷな。メガフリップできる距離なんやけど、ちょっと待ってね。危ない。なんか水出てるね。宝箱。
で、くのみいらんわ。牛さん。ん？は？なんかスイッチある。あ、これはコンパス臭いな。まあ、こんな序盤から、あれあったらやばいわ。何だっけ？ブーメランあったらやばいわ。これ銀の鱗取ってないけどいける？よかった。スイッチあるからね。さすがにコンパスやと見た。これでブーメランやったらやばい。とか言いながらブーメランを期待してての、ですよねー。なると思った。はい。どこの、あれがなくなったんやろ。上かな。これこっち側から行くことによって、このブヨブヨを避けれると。で、さっきも言った通り、あっち、これフックショットあったら、向こう行けるな。でもこれ大人で来れるけど、大人で攻略してないから、これルト姫の、あ、ムービーはやっぱり入るっぽいね。なんかムービー64より短くなってるな。多分。で、まあルト姫がなんか、下に行ったんですけど、まあそれは別に置いといて、で、そこに破壊できる、岩があるから、破壊して、ん？なんか、葉っぱが出てきただけやぞ。はい。で、ハート回収。落ちるなよ。OK。なんでお前爆発してないね。おかしいやろ。ほい。また草。なんじゃこりゃ。またブルンブルンしてるよ。ブルンブルン。あ。あれはボム銃か。これ。ボム銃持ってるよな。はい。牛？でも、ギャグこれ。ギャグ。ちょ、ボム中の爆破具合が悪かったわ。これギャグ。なんこれ。どこ開いた？奥かよ。どこ落ちたっけ？ここか。裏ゼルだから反対になってて。ん？なるほど。え、しまっちょる。とりあえずお前の話は終わらして。んで？よっこしょー。およ。なに？え？で、こっちか。で、こっちか。でもこれなんか上に置いとかなあかんよな。とりあえず、ルトを、ここに、なんかもうもう言ってる。待って、牛おるってことは牛はスイッチになるぞ。とりあえずここに、牛おるわ。あれ、ルト姫置いといて、宝箱なんなんもう牛の仕掛け何？めっちゃ好きなんやけどこれ。こういうの。もうコンパスもあるからどこに宝箱あるとかわかるね。それはなかなかナイス。デクノミすっきゃなもう。そんないらんよデクノミ。はい。あ、下に落ちてる。バムチュまたゴム中は64と違って、そんなにバグに使わんからいいわ。これどうしよう。あ、このスイッチ踏んで、これで水で、上に押してもらって、おいよ。で、ちょっとルト姫とはバイバイして、こっち進んでみよう。なにー？はい、はい。はい、余裕。時のブロック。いや、ライクライク。現時点で時の歌をゲットすることできないから、宝箱あるわ。もう一個宝箱反応してるね。いや、コンパス優秀。どうも、デクノミすっちゃなー。はい。いや、ま、デクノミ効かんのか。なにー？やっぱ食われる。食われる。これルピーも取られるんやったっけ？ルピー取られるのはムジュラの仮面やったっけ？見よ、この回転切りの持続を。いや、でも HP が悪い。やばいな。HP やばいな。下手にダメージ食らわれへんぞ。
オッケー、全滅。ハート。わいー。あ、妖精、妖精、妖精。妖精、妖精、あー、こっち来んな、こっち来んな。オッケー。これで、妖精入れて、あー、増殖消耗だけど、増殖できるもんないわ。これ上登れないね。ここスイッチあれへんかった？ほや。水が増えるね。で、こっちの上切るようになったんかな。宝箱の反応あるわ。え、ブーメラン絶対。だって、もうでっかい宝箱ってもう、これしかないやん。ブーメランしかないやん。やったー。じゃあもうブーメランゲットしたらもうあとはボス部屋行くだけなんやけど、ボス部屋に行けるかが問題なんやのー。一応、64、じゃ、表やったらメガフリップ使ったらあとはもうボス部屋に行けるんやけど、あ、ここに戻ってくんのか。ちょうどここに行きたかった俺は。そっちの、あ、すごい仕掛け簡単になってる。この、喉チンコみたいな、ああ妖精がいるんです。完全に忘れてた。もうカット勝負でちょっと黙ったわ。ここの、あの、ブヨブヨを倒したら、あぶね。開けるようになってるから、めっちゃ簡単になってるわ。これ、はい、貫通する？あー！なんで、ビリーくん、ブーメラン！あー！待って、ハート。やった、ハート。怖いよ。怖いよ。はい。あ、お前、ハート、さっきハートキャッチして帰ってきたんか、お前、ハートキャッチプリキュアやめろ。で、こいつを、でっか、お前。はい。乗れる？いいね、いいね、いいね。なんかもう、あいつおらんけど。ルト姫、え？え？あ、こっちブヨブヨしてるね。ここは、ディンの炎パイセンの力を借りるべきか。右左。とりあえず燃やして、クラピカ理論で右行こうと思ったけど、裏やからあえての左。クラピカ理論を反対にして、こっち行く。お、いいね、いいね、いいね。これ、待って、こいつ潰したらさ、もう、あっちまで行けんじゃね？待って、ミスター投げるの早かった。近づいて。はい。HP 高っ。余裕。これで、ちょっと最初のところに戻ってみようか。さっき言ってたあの、ビヨビヨがなくなってたらもう、メガフリップで飛んで、もうゴールできるんですけど。あ、ブヨビヨ残ってる。別のブヨブヨ。ちょ、何色かちょっと見とくか。多分なんか色でなんかなってた気がするけど、赤色か。赤とちょっと黄色がかってる感じ？オッケーオッケーオッケー。なんか3つぐらいあったよな。なんか誰もおらんかったぞ。牛さん。牛さんですか。ん？牛だけ？え？な、え？そこに食材か。なんかライクライク降ってきたけど。危な。お前は持続の活かした回転切り戦法が。ライクライク似たよ。待て、早く。これ、ディンの炎。やってくれる？どんぐらいダメージいくんやろ。なにー？めっちゃルピー落としてる。赤ルピー3つ落としてる。いや、もうマックスだけど。おーよ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 ー。ちょ、それは世界やろ、お前。それは世界やろ。また、ここで死んだくないぞ。ここで死んだら縦消えるぞ。縦消えたらメガフリップできないぞ。ふな。おい、デクン縦ゲット。もう装備外しとこ。え？火ついた。宝箱出てきた。でも、この、子供のダンジョンっていうのは小さな鍵が存在しないダンジョンなんで、爆弾とか？そう来たか。なんやこの部屋、行く意味なかったやろ。で、こっち側が爆弾。びっくりしたお前、バイオハザードみたいに上から降ってくんな。危ねえ。ここは？待て。待て。あい。あい。死ぬ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 。ここは、これ2個破壊しなあかん系か。ハート落としてない？落としてないんか。キャー！
これ多分乗ってる間だけピーポーやな。で、これで新しいとか、まだ紹介してないバグなんですけど、こういう乗ってる間スイッチっていうのは、あ、ミスった。乗った瞬間に、トレードアイテム出すことによって遅延をかけれるんよ。これ、こんな感じ。で、急いでいく。はい。これで、お、触手。あ、赤色に黄色かかってるやつはこれや。これ潰したら勝ちやわ。はい。で、近づいて、これ4回やったよな。出てこい。はい。はい。はい。余裕。これで元の場所戻ったら多分ビヨビヨがなくなってるからメガフリップで飛んでいって、クリアっていけるんちゃうかな。またお前出てくんのかお前。バイバイ。あ、あいつさ、ブーメラン使ったら楽なんじゃね？お前びっくりしすぎやろその顔。ギャグか。あっぶな。さあ、こっからメガフリップで飛んでいくんですけど、メガフリップは、前やったな。まあ、いいや。じゃあ、セーブして。これ、今、ハート1か。とりあえず、お前倒しといて。お前、後ろから危ない、ピーポー。で、角度をある程度調整して、後ろ向いて、一発で成功してくれたら俺はハッピーよ。よっしゃい、せい、こい、へい、へい、へい。宝箱は？ハート。まあ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 。まあ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 。さあ、あとはラストの仕掛け得だ。なんでライクライクふ、あ、そういうことか。ライクライクには、こうしろと、言いたいんか？待って。この圧倒的回転切れに持続。って言いたいけど、後ろから来てる！逃げる！ブーメラン！ブーメラン、はい。は？お前先っちょ刀なのやめてマジで。なんでこいつ、お腹は柔らかいのこの先っちょカン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 とか言うの？謎。で、上行くんかな？え、あ、葉っぱか。なんかあったと思ったら。これなんか、表やったらこっからブーメラン投げるだけやけど、上登って、黄金のスタルチャルピーポーはピーポーやけど、別に黄金のスタルチャルいらんしな。え、じゃあもともと空いてる？そっちは、裏、あ、牛さんいるわ。やっぱ閉まってるね。牛さん。あ、宝箱！え、なんか頭が、待って、シームウォークできとった今。シームウォークやったっけ、頭ヒーってなるやつ。まあまあまあ、いいや。じゃあ、シームウォークちゃうな。シームウォークゲルイド修練場入るときあれか。牛さん殴ってもあかんかったね。妖精ピーポー。待って、これは違うな。これが本物の空き瓶や。はい。念のために妖精入れとい、あ、待て。あ、牛、おるわ、まだ。はい。これ扉開く？は？え？なんで上行った前？もう意味わからん、ほんまに。チャキンじゃねえよ、お前。ほんまにもう意味わからん。なんで上行くねん。おもろすぎ。というわけで、ルト姫とは誰だったんかな？さあ、バリネード戦。もしかしたら死ぬかもしらん。てか、先に妖精捕まえとけばよかった。空き瓶もっかあったわ。このバリネードってのはクセモンでね、結構苦手なよね、俺は。うまいことできるかどうかわからんけど。しかも裏ゼルだから攻撃力2倍っていう。幸いにも、周りにいっぱいツボがあるから、いいけど。電撃旋回中でいいんかな。バリネード。デクノミ使ったら噛んで倒せるんで。はい。
で、上の注目が、なかなかできない時があるからね。もう一個。はい、いいね。待て。オッケー。で、はい。はい。待て。はい。待て。おりょ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 。こっち。んで、もう一回やって、愛全部倒して、ほら、ハート半分だけ？じゃあこいつ表でも4分の1か。愛。これわざと突っ込んだらね、この、わざと突っ込むか？妖精もあるし、いけるやろ。これわざと突っ込んだらすぐ上がってくれるから早くなるんですけど、やるか。あと1回やし。愛。で、アタックで突っ込んだら多分ダメージ食らわない。ほら、アタックで突っ込んだらダメージ食らわない。で、出てくる、ブーメラン、ジャンプ切り、あい、弱すぎ。で、クセモンが、バリネードじゃないよ。ここの真のボスは、ルト姫。何かというと、前回やってきた、デクの貴様の中の青い光を使った、ロングワープ。で、ドドンゴの洞窟の青い光を使ったロングワープっていうのは、こちらの、フロールの風を同時に使って、フロールの風のワープしますかっていうのを、青い光のワープとフロールの風のワープを同時に行うことによってロングワープ発動さし取ったんですけど、この、ルト姫がおるせいで、仮にこうやって横飛びで入って、フロールの風使いながら入ったとしても、こんな感じでこいつなんか喋りようによ。喋ったせいで、フロールの風のテキスト飛ばされてこのテキスト出るんよ。つまり、こいつがおるせいで、フロールの風のロングワープできないんよ。で、じゃあクリア後ってかこのムービー見てからやればいいやんって思う人もおるかもしらんけど、実は前までやってた青い光のロングワープっていうのは、このムービーを見てないっていうことが条件なんで、もうこのムービーを見てしまうと、ロングワープできないんで、だから真のボスはこのルト姫やから。こいつのせいでロングワープできなくなってるから。もしこれ仮にできたらどうなるんやろうな。でもなんか最近の荒技ではね、なんかお届け物タイマーを0秒に止めたまんま入って、お届け物台無しっていうののワープと、ここのワープを同時にするっていう変態の技があったような気がするけど、それ確か64番限定やったかな。3DS で熱いよタイマーとか、普通のタイマーを0秒で止めるってのは、見たことないけど、あるんかね。ゾーラのサファイア入手。OK、石3つ揃いましたね。あとは、やることあるかな、子供で。子供でやることは、魔法の豆植えたな。魔法の豆植えたから大人になっていきなり RBA できて、子供でしか入手できないものっていうのは、空き瓶だけ？うん。かかりこ村の空き瓶だけはもうそれ当然持ってるし。OK！ 子供でやること終わった。じゃあ次回は大人になって、大人で、とりあえず RBA しようかな。とりあえず RBA して、面白いものゲットして、他はどうしようかな。まずは森の神殿行くのもありやけど、そっか。ホバーブーツも取れんのか。今から、城下町の前に行くと、イベント始まって、時のオカリナゲットするイベントで、まあ、時の歌ゲットできるから、時の歌ゲットしたら多分、いけるよね。もうバグアド使って闇のノクターンはもうすでに取得済みなんで、ほら、取得済みなんで、あとはもうディンの方の使って、闇の神殿入ってホバーブーツゲットしたら、ホバーブーツゲットしたら、あれか、フックショットジャンプもできるようになるし、てかあれやな、ホバーブーツがないと、RBA できないわ。そもそも B ボタンにセットできないわ。瓶を。だからどっちにしろ、次回は闇の神殿かな。森の神殿の前にちょっと下準備するわ。というわけでじゃあ次回の動画でお会いしましょう。またな。